こんにちはまあ警察というところは、まあ、事件が起こった時は現場周辺の人あるいは被害者の近い人、まあ、そういうとこから調べていく、まあ、そういう意味ではですね、まあ、私は被害者ですので、えーまあ、最初に疑われるこれは致し方ないことだと思うんです問題なのはですね、えー、警察が強制捜索をした その日の夜10時です。まあ、警察が記者会見を開いたわけですね。ここで長野県警はですね、私の実名を発表したんです。メディアから見た場合はですね、個人の住宅が強制捜索を受け、そして実名発表したということになりますから、メディアの人の、まあ、経験則で言えばですよ、 もうう決ままりとといい方向がそこでできてきてたと思いますつまりあの男が犯人だという流れができてしまうわけですねまあ事件報道というのはあくまでもですねその日の事実なんですその日の事実っていうのは翌日変わることもあるんですねですからそのあくまでも整合性が取れる必要は私はないと思うんです その日の事実を淡々と伝えてくる。昨日,昨日の事実が今日はそうでないときは訂正すればいい。ところが日本のメディアというのはなかなか訂正しないんですね。訂正と謝罪は一緒ぐらいの感覚を持っている。それも、まあ、改めていただきたい、えー。あくまでも切り取られたその日の事実を淡々と伝える。えー、そのことが大事じゃないか。えー、そんなふうに思います。